1999年の横浜ベイスターズでは、1999年の横浜ベイスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは、ゴンドー博監督の2年目のシーズンである。前年、ゴンドー監督1年目で38年ぶりのセリーグ優勝と日本一を達成したチームは、球団史上初の連覇達成を期待されたが、開幕6連敗を喫する。 マシンガン打線の好調を投手陣が無駄にするなど、投打のアンバランスが現れ開幕ダッシュには失敗。それでも5月以降は巻き返し、7月には広島や阪神を抜いて3位に浮上。しかし、打線は好調でも、先発陣が打ち込まれる試合は相変わらず続き、11年ぶり、優勝の中日に10ゲーム差をつけられて、3位でシーズンを終えた。打撃陣は、 円熟期のロバートローズはじめ、前年まで2年連続首位打者の鈴木孝則、大ベテラン駒田徳弘、切り込み隊長の石井拓郎、2番の春俊夫などが、打ちまくって、リーグ打率は中日、巨人をしのぎ、294の1位で、本類打も前年の100本から140本へと増えた。一方、投手陣のチーム防御率は、前年の3 4から4.44へと、 大幅に低下した。先発の河村武雄と斉藤隆が二人で31勝を挙げ、前年は故障でシーズンの大半を離脱していた福森和夫が三浦大輔と並んで9勝を挙げたが、前年に13勝を挙げた野村裕樹は故障でわずか7試合当番1勝に終わる。救援陣も守護神の佐々木和弘は防御率1九三十九セーブを記録したが、 シーズン途中で故障のため戦線離脱。中継陣はプロ初勝利を含む6勝を挙げた森中清雄を除き、多くの投手が前年より成績を落とした。シーズン終了後、ロッテを自由契約になった小宮山悟を獲得。一方で、佐々木がフリーエージェントの権利行使を宣言して MLB のシアトルマリナーズへ移籍し、チームは転換期を迎える。 編みけの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。